皆さんこんにちは、キスケです。今回はこちらの新しいバーダック使っていくんですけど、今回使っていくパーティーがこちら、はい、サイヤ人パーティーになります。しかも、トーマとセリパを組み合わせてちょっと戦っていこうと思うんですよね。まあこのトーマとセリパはこの連携バーダックがあるんですよ。うん。で、今までだとバーダックがスーパーバーダックとか黄色のエクストリームのバーダックとか、まあ環境では戦えないバーダックばっかだったんですよね。緑バーダックとか、に引き換え新しく追加された、まあ黄色のバーダックがね、いるので、そろそろ組み合わせて使えるんじゃないかということで、ちょっとまあセリパトーマバーダック懐かしの戦友ということで、ちょっと PVP で戦っていこうかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。お相手、悪の系譜パーティーじゃないな、劇場版も入ってますね。ミックスって感じかな。まあこれでいきます。お願いします。さあ、初手は出しがち。おい、通常で止めといて、すごいですね、悪の系譜と、おい、通常。さあ射撃、うわおー、それ強えべ、それ強えべ、マジで。あのさ、タックルの距離が伸びたプラス、ご飯の特殊圧は良くねえよ良くないよ。うんさらに強くなってるような気がしますよね、体感ですけどね。始めようか。打撃キャン、お、なるほど、特殊で見て、これ縛られたらちょっとやばいので変えておきましょう。変えてタックル、まあそうだよな、変身クーラーで特殊圧持ってきてるもんね。避けて、イエス危ねえ。射撃、よし、これで待機カウントは稼いだ。バーダックでガンガン殴っていきましょう。必殺圧ぶち込め、バーン、うひょ、強っ強いな。はい、タックル、これ入んじゃね。はい、なるほど、タックルのせいでちょっと前かがみになっとったね。あ、やべ、あ、セリパーいやー参ったいやー参った。これ避けれる、これラッキー。よし、まあ、ちょっとライジング以外で落とされた時には、あー、とんでもねえ、やべえなーって思ったけど、なんとかライジングをかわすことができればまだ勝負は分からんかなーと思います。タックルがすげえやりづらいんだよな。これちょっとよく見るわ。よし、このタックルの出鼻はさすがにいける。バーン、うわ強っ、マジで強くない？ 70% 乗ってるもんな。乗っとったっけ、どうやって乗るか忘れましたよし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 、これはある、うん、これはある。ダメ、いや結構食らうな。バーダックね、うちのバーダック星1なんで、まあ相当柔らかいとは思うんですけど、どうしようかな、これ。よし。ああ、なるほど。いや、これバーダック落ちたらやばくね？バーダック落ちたらやばくね？えで。うわ、うま。うまいな、今の。いや、落ちる。射撃。あ、マジ間に合わんの？やべ！やばいやばいやばい。やばい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 。ガチでやばい。射撃、俺タックル、よし、やばいぞ、オッケー。いやー、これ大丈夫かな、勝てるこれちょっと危なくなったな、一気に危なくなった。俺、いやー、うわー、大丈夫、耐えてくれ、イエス、オッケー。さて、射撃、いやまずいな、負けそう負けそう。おい、必殺圧来たけど、これバニシング内のバレてるよね。お、マジ？
マジ？いや、あぶなー、マジでめちゃめちゃ危なかった。さあ、マッチングしました。お相手、髪の毛パーティーですね。緑がビルスですね。なるほど。ビルス出てくるのかな。まあ、出てきたにしろ、出てこないにしろ、トーマス・リパー・バーダックでいきます。あ、ビルス出てきた。あ、やべ。まあ、有利属性なんで、このまま殴られて、色的にはそんなに悪くないな。うん。まあ、赤色がね、ちょっと落としづらいっていうのがあるんだけど、あーダメか。よう見ますね、この人。どうしようかな。ちょっとバーダックに変えとくか。うん。あれ、大丈夫？射撃。OK。入った。打撃。まあ、一番まずいのが、エクストリームを、ブルーベジータで縛られて一気に落とされるっていうのが、なかなか、めんどくさいので、まあ、そのラリッツで体力上げてるにしろ、もう一昔前のエクストリームなんでね。さあ見て、さらに特殊アーツで見て、びっくりマーク出てる必殺アーツ、よし、ドーン。いやー、このさ、タックルの飛距離伸びたからさ、バニシングがめちゃめちゃ大変になったな。バニシングがめっちゃ大変やわ。これどうしようかな。うん、これ変えよう。我が刃、あらあら、射撃通常 OK。 このなんとも言えないこのラグなんとも言えないラグが心地いいのかもしれない。えい、有利属性で殴って、これどうしようかな。キャラチェンしてライジングいくか。ちょっとキャラチェンしすぎっぽいけど、あ、変えてこうへんにゃ、変えてこうへんのか。まあ、ワンチャン変えてくる読みでちょっと黄色に変えたんですけど、これはなかなかまずいかもしれないなかなかまずいかもしれない。青気まず、気まずすぎ。必殺アーツぶち込んで、必殺アーツ鬼やな、やっぱ。あ、よけれた。通常間に合っていく。大丈夫、メインエビでも回復しとって死にそうなんでね。うわ、これさ、打撃ないからさ、きついんだよな。あ、ミスった。あー、ダメか。このなんとも言えないラグね。けどちょっとこのパーティーやったら、もうぐるぐるサイクル回していくしかないと思うんですよね。うん、それ以外勝ち筋がないというか。お、あ、やべ、マジか、ミスった。タックル入る、よし。これはさすがにバーダックに変えて、うーん、速圧でいくか。帰ってきそうやつが帰ってきそう。タックル、さあこのタックル慣れんの時間かかるぞ。危ない、通常。 OK、 射撃、よし。結構なんか回避待ってくれるから、意外と速射撃が入っちゃうっていう。うん、ありがたい。避けて、通常。必殺撃ってみる、よーし、ボーン。弱弱すぎ。大丈夫、うわ、マジか。いや、これね、タックルに合わせて打撃打ち込むことができる反射神経を持っていれば相当強いと思うんやけど、僕にそんな反射神経はないです。あっ、素直に落とされていく伸びすぎ。はい、これはまずい。うい、射撃、ああ、そうだよな、持ってるよな、そりゃ。ライジング全然打ってこないな。まあ多分バーダックに打ちたいんでしょうね。通常、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 特殊アーツ、びっくりマーク出てる。回避射撃間に合わないか。間に合わない。バダック。うい、打撃は間に合うやろ。よっしゃ。これはさすがに所持アーツで落ちるかな。有利属性やし。オッケー。危なかったけどね。はい。対戦ありがとうございました。さあ、マッチングしました。お相手合体戦士パーティーですね。ラディッ
ツーシャロットで体力ガン積みか。ちょっと火力ないこのパーティーだとそれ困りますね。うん、まあでも選ぶメンバーは決まってます。さあやっていきましょう。ほれ、あれ止められた。ほい、どうだ、オッケー。これどないしようかな。うわ、買った射撃必殺でいくか。はい、ポン、よけて通常、よし、ほれ。さすがにこの距離やったら見られるか。いで特殊アーツ発動して、よし、射撃、はい、危なっ。さあバーダックでガンガン殴っていきたい。オッケーオッケー、そっちやったらオッケー。赤ベジットマジで硬い。うわ、ミスった、ミスった。今のドラゴンボールついてる方を選ぼうよ。ミスった、マジで。通常、やべ、いやカッチカチやね、合体戦士。うん、赤ベジットがまあ赤星の7凸なんで、相当ステータスも上がってるんですよね、これ。めっちゃ硬い。めちゃめちゃ硬いっす。はい、タックル戦、うわー、うまいっすね。よう見ますね、すごい。射撃通常だけキー、ライジングいってこい。ままよ、入る。よっしゃ、これ落とせればでかいぞ。まあベジットも専用フラグメントついてると思うんで。見て、硬った硬いのか、うちのバーダックが火力そんなに出てないのかよくわからないですね。まあ両方でしょうね。両方掛け合わさって最悪の状況になってると思う。あお、あーそうだ、射撃よいしょ、通常、これ必殺入れとこか。はい、お、変えてくんだ、へえ。打撃ちょっと時間稼ぐか。なんかこの時間稼ぎもすごい弱体化したみたい。うん、迷惑ですね。タックルさ、強くするって言ってもさ、さすがにその通常打撃と相殺するようにしてほしかったな。何でもかんでもこれタックルぶっ破しとけばいいみたいな環境になりそうやからさ、まあ上手い人はそうならないんでしょうけど。だから今までそのタックルに合わせてこう通常打撃押してたのを打撃アーツ入力すれば打ち勝てるようになったみたいなんですよね。その出鼻を打撃アーツタックルで潰されそうになったら前まで負けとったんですけど、それが勝つようになったんですよ。打ち勝てるようになっとったんで、それをねちょっと練習したいですね。その反射神経あるのかっていうお話になってくるんですけど、はい、通常、ほらこの距離当たっちゃダメでしょ、ライジング。はい、あー必殺でいってみる、落ちないもしかして。あー失敗したな、必殺いるな。うわー失敗した、あー全然ダメ、相当火力ないな。どないしようかな、きついですね、ちょっときつい。いやこれ見られてる、見られてない、よかった。もう一丁、あれミスった、マジか。まあ潰せた、オッケーオッケー。通常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 、必死必死必死です。はい、よし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 。さあこのバーダックかっこいいよね、めっちゃかっこいい。最速いただいた、通常で返して打撃、やべえ。あ、うん、まあどっちにしろって感じか。結構通常打撃で返した後タックルで突っ込んでくる人おるから、脳死で打撃圧打ってもいいかもしれないですね、今の環境だと。かっこいい、ほら、よし入った。いやーちょっと頑張ってほしいな
俺が操作してんねんけどさ、必殺圧ぶち込む落ちひんよなこれ、硬すぎなんだよな。てか火力なさすぎるだけかな、どっちか分からないんだよな。さてバニシング回復したい、お願い。よし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 危ない。通常で返してと。あぶそれ強いわ。それ強い。いや、マジか。それ強いな。いや、きついきついきつい。必殺アーツ。ほら。あら、バリンシングあったか。うわ、やべ。ミスった。ちょっとこいつで耐えるしかない、耐えるしかない、耐えてくれ。よし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 、タックルタックルタックル、避けて、よし、オッケー、通常通常。いやー、さあどうするこれ。よし、あと15秒、あと15秒削れないよ。削れへんよ、これセリパやったら。きついぞ。削れん、削れん。はい。アップねー。はい。うっ。くっそ。いや、これ、4ダメージ勝負になるな。うーわ。あー、これはさすがに。これ、さすがに負けたよな。うわあ、やられた。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はトーマセリパバーダックでちょっと PVP 回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあこのバーダックほんまに必殺アーツの火力がめちゃめちゃ高いっすよね。うん。で、そこそこ打撃も射撃も火力が取れるんで、まあまあまあ悪くないキャラクターかなと思います。ただちょっとセリパトーマが足引っ張ってるなっていう感じはあるけど、まあしゃあないですよね。結構前に出たエクストリームなんで、まあその辺はしゃあないとして、まあでもすごく楽しかったですよ。はい、まあ気になる方は使ってみてください。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフをバイバイ。Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you.